こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。今日は面接でほぼ 100% 聞かれると言っても過言ではない志望動機について解説していこうと思います。皆さんからですね、いただいた志望動機に関するコメントを添削したり、質問に対してお答えするというふうな形で志望動機の悩みを解決していければと思います。私のチャンネルでは今まで10年以上若者の就職活動のサポートをしてきた、そのノウハウをもとに皆さんの就活に役立つノウハウを公開しています。これからもどんどん就活ノウハウを公開していくので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは内容に入っていきます。一つ目の添削はこちらです。地元のテレビ局、ローカル局についての志望動機を作成しています。社員の人柄などの志望動機は避けた方が良いとよく聞くのですが、私の場合も考え直した方がいいでしょうか。アドバイスをお願いいたします。当社に志望する理由と具体的に行いたいこと。私は社員の方々と共に地域を盛り上げるために活躍したいと考えたため記者を志望いたしました。その理由は、私が大学2年生の時に記者の社員の方々と〇〇マラソンの運営に携わらせていただいたことがきっかけです。具体的にランナーが 100% 安全に楽しんでもらえるイベントにするために懸命に取り組んでいらっしゃる姿から、イベントを成功させたい、地域を盛り上げたいという熱意を実感したからです。私が記者で行いたいことは、支えるスポーツの重要性について番組を制作することです。記者との〇〇マラソンの運営を通じて、スポーツイベントを支える立場となる地域住民の方々の協力や努力であるおかげで、これまで成功を収めているのだと思いました。コロナの影響で地域のつながりが薄れている今だからこそ、普段は参加する側、観戦する側である地域の方たちに支えるスポーツの重要性について知っていただき、地域のつながりを深めていきたいと考えています。はい、ありがとうございます。まず一番最初にですね、質問でいただいた社員の人柄などを志望動機に入れるのは避けた方がいいっていう部分なんですけれども、一概にダメというわけではないですし、おじいおびフォームをしっかりした上で、御社の社員の方々はこういう傾向があって、自分はそういう方々と一緒に働きたいみたいな話をしていく場合とかは全然 OK だったりするんで、一概にこれはダメみたいな、そういう捉え方をしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今回はですね、その社員の人柄には触れていない内容が書いてあるので、一概にダメというふうには考えなくて OK です。では、それ以外の部分で書いていただいている具体的な内容にフィードバックしていこうと思うんですけれども、私が記者で行いたいことは、支えるスポーツの重要性についての番組を制作することですというふうにあるんですけれども、かなり狭くなりすぎていますね、範囲が。基本的にテレビ局って誰に向けて仕事をするかというところなんですけれども、その番組制作にお金を払ってくれるスポンサーに対して仕事を行っていきます。スポンサーがお金を払いたいと思う番組を作るのが、テレビ局が存続し続けるための重要な要素になるということを認識することがすごく大事なんですけれども、この書いてある内容全体を見ると、そういった視点がすっぽり抜けてしまっているように感じました。なので、そこを追加することが非常に重要なのかなというふうに思います。また、コロナの影響で地域のつながりが薄れている今だからこそ、普段は参加する側、感染する側である地域の方たちに支えるスポーツの重要性について知っていただき、地域のつながりを深めていきたいと考えています、みたいなところなんですけれども、まずですね、文章が長くて複雑で理解しづらい内容になっているので、特定も非常に多いですし、分かりづらいので、そこをもうちょっとキュッとした文章にしてとか、分割して、誰が読んでも1回で分かるような内容にするっていうところを改善するといいかなというふうに思います。また今の書き方のフィードバックなんですけど、内容としてっていう部分なんですけれども、このテレビ業界ですね、テレビ業界ってどういう業界かというとですね、非常に離職率が高い業界になります。で、離職につながる多くのケースってどういうケースかというと、そのテレビ業界に携わってきて辞めた方とも何人ともお会いしてきてるんですけれども、どういう方が多いかっていうと、そのテレビという業界に理想を抱いていたりだとか、憧れを持っていて、実際のこう実務、日々の実務がですね、本当にイメージと違って、そのギャップに耐えられなくて退職してしまうっていうケースが非常に多い業界だったりします。で、それはどういうところが理由になるかっていうと、理想と現実が違うっていうところと、あともう一つはですね、圧倒的な労働時間の長さ、この2つが理由で短期離職が起こりやすくなっている、そんな業界だったりします。なので、このテレビ業界の志望度を伝える上で重要な部分っていうのが、こういうところがいいですよねっていう憧れの部分だったり、ポジティブな部分、ここは業界目指すとみんなが入れることなので、そのいい側面だけじゃなくて、私はテレビ業界ってこういう大変さとかきつさもあると思います、でもそこを踏まえた上で私はそれを乗り越えてテレビ局でこんな成果を上げていける人なんですよ、つまりスポンサーに満足してもらって、引き続きスポンサーの契約が継続させられる、そういうコンテンツを作っていける、番組を作っていける人に私はなりますよ、こういうことが伝えられると、他のテレビ局を志望している人との差別化がぐっと
つけられるので、より良い内容になるんじゃないかなと思います。はい、では続けて2つ目いこうと思います。私の理想とする将来像はこれです。御社の企業理念は私の考える将来像に合致しており、魅力に感じました。また店舗見学に行った際に、働いている方々が明確な目標を持って仕事をしているという印象を受けました。御社に入社した際は、ただ作業として仕事を行うのではなく、お客様に対して私だから提供できるサービスは何かと常に考え、働き御社に貢献しますという志望動機なんですが、少し内容が薄い気がして不安です。何か改善点などありましたら教えていただきたいですというところですね。これですね、フィードバックがですね、非常に難しい内容になっていて、まずどういうところが難しいかというと、私の理想する将来像はこれですとあるんですけれども、理想像が何か書いてないので、私はには全然何も伝わってこないんですよ。で、もう一つ、御社の企業理念は私の考える将来像に合致しており魅力に感じましたというふうにあるんですけれども、どんな企業理念か書いていただけていないので、それもわかんないんですよ。なんで、この志望動機って、自分の将来像と理念が重なってるからいいですねっていうところが前半のメイントピックだと思うんですけども、そこがですね、私は一切わからないので、フィードバックができないっていうところがまず一つ目になります。で、それ以外の部分でお伝えすると、どちらにせよ理想とする将来像があって、企業理念もあったとしてっていう前提でいくと、それでも理念に共感しましたっていうのは、かなりリスクが高い分野なので、あまりお勧めしない方向性かなっていうふうに思います。なぜリスクが高いかっていうとですね、企業理念へのこう合致点とか共感してるっていう部分を言うときに、働いて理念の達成に向けて進んでる社員に対して、働いたことがない人がすごい共感してるんですって言ったときに、どうしてもそこで毎日日々向き合って働いてる人から見ると、ちょっとそれって浅いんだよなっていうふうに思われてしまう。なぜなら、やったことがないから、深みを持った話し方ってすごく難しくなってしまうっていうのが理念の共感の部分だと思ってます。なのでしっかりと中身を持たせて、私は今までこういうことやってきて、こういう結果を出して、それが御社の理念とすごく重なってるっていうところをズバッと相手に伝えた時に、ああ本当にそれはめっちゃ合ってるからいいねって思ってもらえるぐらいまで深く差し込める内容になってればいいんですけれども、今の内容としてはそこまでいけていないので、そういった状態で理念の共感とかをメイントピックに据えるのはかなりリスクが高いんじゃないかなというふうに感じました。はい、いいところですね。それでは3つ目の志望動機添削していこうと思います。私は不動産業界を目指しています。ぜひ志望理由の添削をお願いしたいです。よろしくお願いします。私が御社を志望した理由は2つあります。1つ目は御社のお客様第一主義という理念に共感したからです。私は家を決めるということは人生においてのターニングポイントであり、お客様と企業との信頼関係が大切だと思っています。御社はクリスマスや餅つきなどイベントを通じてオーナー様や入居者様への感謝祭を開き、地域の方とコミュニケーションを取っていると聞き、これほどお客様を大切にしている企業はないと感じました。二つ目はキャリアアップできる環境であることです。御社は入社した時から1年間先輩社員がついてくれるメンター制度があることで、基礎をしっかりと学ぶことができると感じました。また他の事業に移籍することができる FA 制度があり、とても魅力を感じました。私は仕事をしていく上で自ら成長して、お客様からも会社からも必要だと思ってもらえる人になりたいので、キャリアアップできる環境に魅力を感じました。この2つから御社を志望しました。これともう1つ、地域密着型という魅力も感じたのですが、志望動機が3つになると多いですよねっていうところですね。ではフィードバックしていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ今回ですね、不動産業界を目指しているということなんですけど、おそらく営業職での採用になるんじゃないかなと思うので、そういった視点でフィードバックしていくと、営業職を採用する企業が大事にしていることが何かというと、売上を上げる社員になれそうな人かどうか、この視点が重要になります。で、話している内容が売ってくれそうな人だなっていうふうに伝えられると内定可能性が高まるんですけれども、そういう視点で見た時にですね、私は家を決めるということは人生においてのターニングポイントであり、お客様と企業との信頼関係が大切だと思ってますみたいなところは、これはですね、不動産を目指す新卒の方が志望動機で伝える超王道の理由になります。なんですけれども、この理由を伝えたとしてもですね、まあ、家っていくらなのっていうと数千万とかのすごい超高額な商材なので、それを売り切れる人なのかなっていう時に、信頼関係が大事ですという、そのアプローチだけだと高額商品は売り切れない、なかなか難しいなというふうに思われてしまう、ちょっと表面すぎるかなっていうアピールの内容になるので、家はすごくやっぱり高いですし、なかなか簡単に売れるものじゃないので、それを売り切るためにっていうところで信頼してもらうっていうのはもちろん大前提必要なんですが、それ以外にも、例えば全員に売れるわけじゃないので、目標達成、ノルマを達成するために見込み客を増やすための泥臭い営業活動が必要だったりとか、そういった現実的な部分を理解した上で、そこをあえてその厳しい道でも選んで売り上げを絶対上げていきますよっていう、こういう部分を伝えることができた方が、他の誰もが言うような志望動機から一歩進んだ
志望動機になって差別化を図れるんじゃないかなと思います。あとですね、他の事業に移籍することができる FA 制度がありとても魅力を感じましたっていう風な部分なんですけれども、 FA 制度があるっていうのは魅力的だと思います。魅力的だと思うんですけれども、それは魅力的だなっていう風に心の中で思ってるのは全然 OK なんですけど、面接で伝えるっていうのはどうかなっていうところを少し感じました。で、どうしてかっていうとですね、まあ採用企業は基本的に営業職で募集したら営業職で活躍し続けてほしいというふうに思ってます。でもそこで縛り付けると優秀な社員がやりたいことができないっていうふうになって退職してしまうかもしれないので、やりたいことができるような制度を社内で整えようっていうことで FA 制度が作られたっていう、こういう背景がおそらくあるんじゃないかなというふうに思ってます。でも一番最初は何で働くかっていうと、不動産の営業職っていうところの募集だったり配属になる可能性がやっぱり高いんじゃないかなっていうふうに思いますし、そこで成果をまず出すからこそ他のポジションへの移動っていうのが、ここで成果出したんなら他のとこでも出せるよねっていう風になってチャンスがつかみやすくなるというのが基本的な制度設計なんじゃないかなっていう風に思うので、入社する前の段階で他のとこに行けるチャンスがあるからいいっていう風に言ってると、なかなか売るのが難しい不動産という高額商材を取り扱う営業として最初からどこにかここの世界で厳しいだろうけど絶対売り切って成果上げるんだっていう風に思えてなくて、ちょっとやったら他のとこ行こうかなと思ってる人なのかなっていう風に思われてしまうと、なかなかチャンスがつかみづらくなるんじゃないかな、不動産の営業として売り切れる人じゃないのかなっていう風に思われてしまうんじゃないかなっていう風に思うので、基本的にはその FA 制度があるっていうところに触れるよりも営業として数字を出し切るっていうところに振り切った方がいいんじゃないかなという風には感じました。はい。また地域密着型という点も魅力に感じたというところなんですけれども、ここも大前提同じで入れちゃダメっていうこととかは全然一切ないんですけれども、その内容を伝えた時によりこの人に任せたら売ってくれるなっていう風な思ってもらえるような、そういったプラスになる内容の伝え方をするといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。では最後4つ目に行こうと思います。4つ目はですね、添削ではなくて質問ですね。先日履歴書を提出し1次面接を通過し、現在は2次面接を控えています。履歴書にもうすでに志望動機を書いてしまっていますが、こちらの動画を視聴して少し志望動機を書いたいという気持ちが出てきました。面接で聞かれた際に少しアレンジして答えるのはありでしょうか。また二次面接やその後の面接でも志望動機を聞かれることは多いのでしょうか。結構ですね、こういった質問多いので動画にもしていこうと思ったんですけれども、全然アレンジして OK です。 ESL 履歴書で書いたことと面接で話す志望動機が違ったらダメなんてことはないので、今この瞬間にベストだと思う伝えるべき志望動機を面接では伝えていただけると良いんじゃないかなというふうに思います。また二次面接以降の面接でも志望動機を聞かれることは全然ありますね。全然あるので、自分が本当に入社したいんだよっていうこととか、この人を採用したら活躍してくれそうだなと思ってもらえるような志望動機を聞かれた面接全てで答えていくといいんじゃないかなと思います。はい。それでは今回の動画での解説は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんの就活がうまくいくことを心より応援しております。もしよければ高評価いただけると嬉しいです。失礼します。